チャンス。セーブ。相手する？叩き潰すぞ。問題ない。出てきたか。期待してるわ。邪魔。今のは弱点よ。宝箱があるわね。潰れろ。やるか。さっさと片付けましょう。これで扉を開けられるってわけね。鍵のかかった扉。古代人はセキュリティ意識が高いのかな。
鍵が必要な扉がやたら多いわね。それだけ重要な場所なのかしら。コーネリアの風景に馴染まない異質な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物。迷惑な贈り物だ。閉じ込められた挙句敵のお出まし。ルフェインは何を考えてこんなものを用意するのか。俺たちを試しているんだ。こない奴ら危険な状態かもしれないわ。倒す。まだ足りないのか。鍵だな。これで全部ってことにしてほしいわね。結晶の輝きに反応して光っているのね。ああ、だが全てが光っているわけではなさそうだ。これまでの経験からすると他にも結晶があるかもしれない。探そう。何かあるな。
これでどこに行けるようになったのかしら。頭がぐるぐるしてきた。もういい加減にしてほしい。これで全部反応したみたいね。調べてみましょう。敵がいる。叩き潰すぞ。こっちはすごい。いただいておこう。行くぞ。扉の向こう、私の予感ではアスカスとアーク。どう？俺は強い闇の気配しか感じない。あら、気を引き締めていかなくちゃ。俺たちが遊んでやろう。
あるものか。ポーションの数が把握してる？無駄はせずに。配信は限られたの？記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したから。ああ、俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ。俺に水晶を渡し説明したのは。あの白い部屋はどこだ。俺はどこから来た。あなたらしくないわね。本当に知りたい？俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。礼がまだだったな。助かった。ここで何をしていた？義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思うが、君が望んだことだ。さて、私はまだ仕事が残っているのでね。また後で会おう。仕方がない、出よう。
あっちか。ルフェインの忘れ物か。新顔だからルフェインの贈り物だね。魔物を詰め込んだ建造物を贈るなんてどんな連中。人柄はともかくとんでもない技術力だな。俺たちのせいか。俺たちがクリスタルを解放した結果がこれか。どうしたの？あの感覚がなくなった。俺を動かし続けたあの使命感が。
これで行く。
倒すでしょ。叩き潰すぞ。ジャック、今がチャンス。終わりだな。生きてやるさ。でも手は抜かないことね。アストスのやつ調子悪そうだったな。魔物にやられたって感じとは違ってさ。訳を聞いてもはぐらかされるだろう。ああ、質問をするたびに代償を要求して、あいつは俺たちを利用している。情報という対価をもらえるなら利用されても構わないわ。どうも気力が冴えないな。進むか戻るかジャックが決めて。敵がいる。勝てたようなもの。さて、動力源を壊したから障壁は解除されているはずよね。なあジャック、覚えているか、クロス衣装はもうあの霧から俺たちを守ってはくれない。頼り切っていたあんたが一番危ないぞ。いわゆる自分との戦いが始まるのね。ジャックには悪いけど弱そう。言ってろ。宝箱か。
れはキューブね。調べなくていい？俺たちは何をしている？この中の魔物を倒そうとしている。それがアストスから話を聞くための条件。アストスから何を聞く？あいつはいろいろ知ってると思うよ。この世界の状況とか歴史とか。やるか。降りかかる火の粉は払おう。力を入れろ。どうした？なんとか勝ったな。しっかりしないとダメね。見つけたわ。やるか。さっさと片付けましょう。幕を引いてあげなさい。お疲れさ。見切ってやるさ。大したことなかったわね。つまらん相手だったな。行き止まり？上に行けそうなんだけど。俺もそんな気がするんだよね。こいつ敵を呼び出す気だ。迅速に対処しましょう。ここだ。いいね。道を切り開いたって感じだ。
何かあるな。世界の状況だの歴史だのに興味はない。興味の対象は光と闇、カオス、光の戦士かしら。いや、アストスのことでもルフェインのことでもない。俺が知りたいのは消えた使命感の代わりになるものではないのか。ああそうだ、倒すべき敵の名が知りたい。戦わない俺に価値はない。そんなことはないと思う。生き方の問題だ、お前には分からん。倒すでしょ。やってやろう。終わりだな。怪我は手当てしておけ。こういう忘れ物から闇が生まれるのね。闇を作り出す理由は何だ。もし誰かが教えてくれても理解できない気がする。とりあえず切り抜けたか。ジャックがいたから勝てたようなものね。帰り道に使おう。どうする、戻っておく。お出ましね。叩き潰すぞ。
いかにもという感じの表示があるか。しかもそれを守る魔物まで。わかりやすいね。危険な状態かもしれないわ。熱い展開だね。まずいな。ジャックを助けないと。ネオ、任せてもいいか。当然。これでどこかの障壁が解除されたはずね。ジャック、大丈夫？ああ。心の拠り所だった使命感、それが消えてしまったんだもの。これまで通りじゃいられないでしょ。でも、ルフェインの闇はまだ生まれ続ける。俺たちの仕事はまだまだ残っているんだ。ゲドの言う通りだ。ジャック、揺らいでもいい。だが踏ん張ってくれ。俺たちがあんたを支える。あれはキューブだ。場所は覚えておきましょう。
綺麗。ネオンもそんな気持ちになるんだ。エドは黙ることを覚えた方がいい。はい、黙ります。終わりだね。麻痺しちゃったのね。手応えがなさすぎる。出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。相手する？期待してるわ、ジャック。せっかくの庭園が荒れちゃうね。美しいものは散る定め。もう忘れよう。僕か。離脱できたみたい。これからどうする？さてと。仕切り直す。これで楽に戻れるぞ。探索には重要な道だ。